私がいけない子なのかな。さくら、お前また風邪をひいたのかい。ごめんなさい。本当にお前はよく風邪をひく子だね。ごめんなさい。お母様にうつさないでよ。今風邪なんかひいたら赤ちゃんが大変なことになっちゃう。ええ、しばらくずっとお部屋にいるわね。ごめんなさい。お母様、私のことお嫌いなのかしら。お母様は私の本当のお母様じゃないもの。お父様としか血もつながっていないし。やめよう、こんなこと考えるの。お母様はお母様だもの。今は私のたった一人のお母様だもの。きっと赤ちゃんが心配なんだわ。それに私が風邪をひくからいけないんだもの。我慢していよ。私どうして生まれてきちゃったんだろう。さあ、血を少しきれいにしようか。風邪の具合はどうだい。今日は機嫌が悪いね、さくら。どうしたんだ。なんでもない。元気がないぞ。なんでもないの。雨だから沈んでいるだけ。お母さんだな。きっとまたトゲのあることを言ったのだろう。許しておくれ。お前のことが嫌いじゃないんだが、今は。いいの、わかってるの。私が風邪をひくからいけないんだもの。そうだ、さくら、新しい人形を買ってあげようか。いらない。お人形なんかいらない。じゃあ5本がいいか。いらない。じゃあ音楽の方がいいかな。体。なんだい。元気な体。さくら、いいの、忘れて。お父様、すまない。お父様、言って。お父様にまで風邪がうつったら大変だもん。さくら、具合はどうだい。血をきれいにするよ。さくら、何かあったのかい。さくら、じゃあお父さん行くよ。何かあったらお呼び。その日も雨でした。私はまだ微熱があって一人お部屋に閉じこもっていました。ご本をめくったりテレビをつけたりしてみたけれど、何をしても憂鬱になるだけでした。雨も悲しくなる時というのはあるのでしょうか。もしないのなら私は雨になりたい。雨はどこへでも行けるから。風に舞って学校へも人々の間へも。部屋には入れないし、テレビやご本は読めないかもしれないけど、その方がいい。そんなことを考えているとノックの音がしました。
今日はお友達を連れてきたよ。お友達？何だと思う？お人形ならお父様いらないわ。そうか、絶対気に入ると思ったんだがな。かわいいの？動くんだよ。お犬さん？ペットはお母さんがダメだからね。小鳥？入っておいで。はさ、スー、自己紹介をしてごらん。 SU7D1 看護ロボットのスーです。それが私とスーとの初めての出会いでした。驚いたかい？どうなさったの？おじさんからいただいたんだよ。おじさまから？お前が元気がないと言ったらぜひこれをと言われてね。お人形はいらないってお前は言ってたけど、動くならどうかなと思っていただいてきたんだ。お父さんとおじさんからお前へのプレゼントだよ。身の回りの世話もスーが全部してくれるからね。お父様はもうしてくれないの？そんなことはないさ。お父さんも気がついたらするよ。でもスーの方が専門家だからね。そう。これからはお前がスーのご主人様だからね。お前の好きなようになさい。何かご用はございますか、ご主人様？私、ご主人様じゃないわ。ご主人様はご主人様です。お前、頭固いのね。ごめんなさい。お前、何ができるの？一般と家事一般です。他は？他はありません。そう。一人にして。私寝るから。はい、ご主人様。真夜中だ。おしっこしたいな。でもお母様を起こしたらご迷惑だし、お父様はきっとお仕事でお疲れになっていらっしゃるだろうし、我慢しよう。おしっこしたい。どうしよう、どこに紙瓶置いたっけ。痛い。紙瓶。おしっこしたい。出ちゃう。お父様。あ、ご主人様、ご用ですか？なんでもない。ご紙瓶なら。あ、どうぞ。お前、外にいなさいって言ったのに、どうして入ってきたの？ご主人様のおそばにお仕えするのが、スーの仕事です。頭、固いのね。電気を消して。おやすみなさいませ。スー、いる？ご用ですか？なんでもない。ありがとう。スーとは仲良くなったかい？え？うん。スーはロボットだから、いつでも遊んでもらいなさい。
じさまはお家にはいらっしゃらないの？少し具合が悪いらしくてね。お家にいらっしゃればいいのに。でも言い出したら聞かない人だから。おじさまの具合よくなるといいのに。お前は優しい子だね。だっておじさま好きだもの。それを聞いたらおじさんの具合もいっぺんによくなるかもな。退屈な雨。ち、おきれいにいたしました。ありがとう。お前は雨好き？そうよね、わからないわよね。おじさまのところにいたときはお前は何をしていたの？おじさまのチェスのお相手をしていました。チェスを？おじさま好きだものね。あとは？ポーカーのお相手を。ズルしなかった？されました。やっぱりおじさま時々ズルするのよね。でもすぐバレるの。だって全然種類の違うトランプのカードを混ぜたりするんだもの。この間なんか大きさの違うトランプカードなんか持ってたのよ。ついこの間4枚もジョーカーのカードをお持ちでした。まあおじさまっておかしいわよね。でも好きです。私もおじさま好き。私たち友達になれるかしら？はい、ご主人様。お前ロボットなんかもらったんですって？ええ、お父様が。またあのおじさまから変なものばっかりもらってきて。あの人も困ったものだわ。また倉庫をいっぱいにするつもりなのかしら？お父様に言って返していただこうかしら。もし暴走なんぞでもして赤ちゃんを踏みつぶされたらたまったものじゃないわ。そうしましょう。さくら、お前からもお父様に言って返してもらいなさい。その代わりお母様がぬいぐるみを買ってあげるから。いらない。家に帰りたい？そう、ロボットだものね。お前はおじさま好き？大旦那様はスーに命を与えてくださった方です。そうよね、お前はおじさまに作られたんだものね。お母さまがお前のことをお嫌いみたい。もしお前がいいのならおじさまのお屋敷に戻ってもいいのよ。その方がおじさまにもいいかもしれないし。おじさま具合が悪いってお父様もおっしゃってたし。お前戻りたい？ご主人様がおっしゃるのなら。私はいいの。お前が戻りたいかどうかなの。わからないわよね。お前は命令されないとどうしようもないんだものね。主人様の
お友達になりたいです。スー、ご主人様。スー、ありがとう。お前、ロボットのことはお父様に頼んだ？え？ええ。この間、ロボットに赤ちゃんを踏みつぶされる夢を見たよ。どうも人間でないのは違和感がしてダメだね。お父様はなんだかお気に入りのようだし、お前も気に入っているんだって？え？あんなロボットのどこがいいのかね。人間じゃないのに言葉を話すのはどうも変な気がして慣れないよ。お前、あんなもののどこがいいんだ？スーはお友達なの。お前は変な子だね。きっとおじさまの血を受け継いだんだね、お前は。ねえ、スー。はい。ご主人様、私がおじさまのお家に帰れって言ったら、お前悲しい？ご主人様はスーのことお嫌いですか？ううん、違うの。お母様が人間じゃないのに言葉を話すのは変な気がするってひどいよね。ごめんね。ご主人様のせいじゃありません。スーが至らないから。